ございます。今日は花火大会当日です。本日フェアさんはちょっと今お仕事で今いなくて、僕とあとシュッピーさんが2人で朝からですね。朝から、今ちょっと9時10分かそのぐらいなんですけど、会場の方撮ったり、昼からはカラオケ大会とか玉入れとかあるんで、それもしっかり撮っていい映像を残していきたいなと思います。 BBCC でも扱ってますんで、しっかりちゃんといいのを撮っていきたいと思います。はい、会場はですね、もうすごい、まだお客さんは入ってないんですけど、食べ物のテントがすごい並んで、もうすごくにぎわってます。みんなテーブル、あとパイプ椅子配置してくれてて、すごくにぎわってます。はい、じゅんくんと撮影してたもう一人の方のしゅんぴーです。午前のね、インサートとか屋台の方は全部撮ったので、お昼手前か11時半とか11時ぐらいかなまで休憩して、そこからまた撮影の方始めていきたいと思います。はい、じゅんくん何か一言お願いします、最後に。これはね、痩せるわ。痩せますねよし、行きますか。はい、頑張りますか。頑張るぞ。昼の部撮影始めました。今ね、ちょうどじゅんくんが焼き鳥のところを撮ってます。こんな感じで昼もね、どんどん撮影していくので、頑張ってね、じゅんくん。俺も頑張る。はい、花火師の方ね、すごいです。まあ配線があるので船の中の撮影はさせてもらえなかったんですけど、船のねギリギリのところまで行って中の撮影をさせていただくという形で、もう間近で見ることができました。本当に今回は特別に許可が降りた、許可をいただいて撮影できたんだなと思い、とてもね、撮影させていただいた僕もすごく幸せです。じゅんちゃんと解散です。解散ではないけど、まあ展望台行ってきてください。頑張ってください。俺設置したら寝ちゃうかな寝ないで気が緩めないですよ俺の帰りがあるので頼むよ。そうだね、よっしゃ、2人で出てしていく。はい、今引き継ぎ終了してテラちゃんと合流して撮影していきます。イエイ、頑張りましょう。イエイ、これから引き続きジュン君に代わって僕が撮影に入るんですけど、今日もモデルさんと合流して撮る予定になってるんで、花火をモデルさんと綺麗に撮りたいと思います。いいですか。はい、よし、頑張っていきます。イエイはい、もう花火始まる時間になってきてます。もうちょっとで始まります。照明も消えて橋だけはライトアップされてるんですけど、みんな暗い中歩いて場所取ってる状態です。はい、だいぶ夜になりました。今の時間が19時半、なる前19時20分です。19時20分です。今日モデルさんの写真を撮る晴也くんも合流してくれました。こんにちは。はい、意気込みを聞きたかった。いい写真を撮れるように精一杯頑張りたいと思います。頑張ってください。頑張ります。晴也くんモデルさんの撮影始めてます。よろしくお願いします。上がった大丈夫ですか、疲れてませんか。余裕イエーイ、はい、BMPCC 含めてのモデルさんの撮影始まりました。今はちょっと解像度のお勉強中です。絶賛不況中。イエイ花火ってね、すぐバーンって打ち上がってすぐ消えちゃうものなので、で次の弾がいつ来るかもわからず、ほらね、いきなり変わったしょ。こんな感じでどういうタイミングでどの弾が来るかって撮影者側が知らないので、次の弾を予測したり、この弾を見た瞬間にモデルさんに的確に素早い指示をして
はい、ポーズを撮ってもらい、カメラマンも迅速に撮影するという結構技術が必要なものなんです。ハルヤとテラさんも頑張ってます。花火大会撮影終了です。モデルさんも撮影が終わりました。今日純くんと僕は一日中朝からで、テラちゃん、ハルヤくん途中から来てくれてで、はい、今はね帰る人がすごい多いので僕たちは待機です。みんないなくなったら帰ろうと思います。ハルヤくんどうでした？いやめっちゃいいの撮れました。いいの撮れました。さっき見たけどめちゃくちゃ良かったです。頑張りたいと思います。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか？実はですね、朝から撮影に入る予定だったんですけど、撮影に入れないことになっちゃったんですよ。で、結局ジュン君とシュンピーさんに基本的な撮影をお任せしたっていう形になってたんで、僕は夕方からの合流になったので、撮ろうと思っていた絵面が撮れてなかったり撮れていたりみたいな感じで、まだちょっと撮れた絵面を見ないとわからないので、ちょっとヒヤヒヤしてます。まあインスタのリールとかに上げる用の動画の方のに関してはいい感じで撮れたので、後ほど開きたいなというふうに思います。はい、以上です。ありがとうございます。ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、これ終わり？締めの締め？うん、一応締め。オーケー。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。